ロベルト一世は、パルマ公国の君主としての最後のパルマ公。カルロ三世とその日で、フランス王族ベリー公、シャルルの娘であるルイーズ・マリー・ダルトワの長男。トスカーナ大公国のフィレンツェで生まれる。父カルロ三世が1854年に暗殺された、ため、母の摂政のもとに6歳で、パルマ公に即位した。1860年、12歳の年に、 パルマ公国は、住民投票により、サルデーニャ王国への併合が決定され、ロベルトは、君主の地位を退いた。サルデーニャ王国は、翌1861年に、イタリア王国となった。1869年、両シチリア王フェルディナンド2世の娘マリー・アピアと、結婚し、12子を設けた。大変血縁関係が近かったためか、多くの子が溶接。 または障害児だったが、ロベルトは健常児と分け隔てなく子供たちを愛した。マリー・アッピアは1882年に最後の子を死産した後、死去した。1884年、ポルトガルの灰イミゲル一世の娘、マリア・アントニエッタと再婚し、さらに十二子を設けた。エンリケッタが幼少期の転落事故で老和となった以外は、健常児だった。ありがとうございます。